You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. Our home, our home. We don't have to drift inside this dome. はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダベゼルモデューロ X です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダベゼルハイブリッドモデューロ X ホンダセンシングということで、こちらの車、車両本体価格は346万円しますね。いや、なかなかのね、高級車なんですが、普通のね、ベゼルに比べて、だいぶね、空力を考えられた、モデルになりますね。ホンダアクセスの純正アクセサリーメーカーということで、走り込んで研究して作られた車なんですね。ドリキンこと土屋圭一さんがね、監修のもと、ドライビングテストを重ねて、このボディに仕上げられたということですね。特徴的なのがね、このフロントマスク、このモデュール X のね、X を模したようなデザインですね。いやー、かっこええな。すっごいツヤツヤしてる、すっごいツヤツヤ。ちょっとライトつけてみました。LED のね、ポジションランプとウインカーが上に切れ長でつきますね。フォグランプもね、LED でスタイリッシュなデザインですよね。でモデュール X 専用のフロントの、このエアローね、シルバーで、塗装されておりますね。ここがちょっと鋭角に出てますね。ここにね、大型のフィンがついてますね。これで底面の乱気流を調整しているというものになりますね。側面はね、このツートンで塗り分けられてますね。こんな感じ、シューッとよりね、引き締まったデザインに見えますね。いや、改めて見るとね、ベゼルってすごいやっぱ綺麗なラインしてるんだなと思いますね。特にね、フェンダーがこう造形的にね、波打ってるんですよね。いや、側面から見てもね、スタイリッシュですよね。後ろの扉が、ドアノブが上の方に隠されてますね、この辺。なので、ちょっと、SUV なんですが、クーペのようなラインが、デザインされておりますね。ホイールはね、モデュール X 専用のホイールがついております。18インチですね。タイヤはエナセーブエコ503っていうのがついております。あ、エコタイヤがついてるんですね。で、モデュール X 専用のサスペンションがついております。いや、これでね、だいぶ走りが違いますよね。で、このリアスポイラーが黒で、かっこええな。黒、黒ですよね。このキャリアのところもデザインが黒で統一されて、なかなかスタイリッシュだなと思いますね。後ろから見たら、こんな感じです。モデュール X かっこええよな。ベゼルはね、RS とツーリングと、このモデュール X と、スポーツタイプがね、この3種類あるんですが、その中でもね、やっぱモデュール X ってね、ちょっと特別なんだなという感じがしますね。モデュールのエンブレム、ちゃんとついとるよ。結構ね、スポーツタイプってね、この後ろガンガンね、デザイン上げてるやつあるんですが、このモデュール X はね、空力優先で考えられた、このエアロパーツがついてるので、まあパッと見ね、結構大人びたスポーティーカーだなという感じがしますね。ここに反射板がついてます。下回りね、こんな感じです。すごいね、やっぱパネルが、敷き詰められてますよね。赤いスプリングと白いダンパーがかっこええですね。はい、ちょっとリア開けてみました。ベゼルってね、結構荷物詰めるんですよね。かなり広いです。ちゃんとね、このトノカバーもついてね、セキュリティが万全ですよね。やっぱね、ベゼルってね、いいデザインしてますよね。なんかね、外へ出てね、車を眺めることも多いんじゃないでしょうか。ちなみにこちらの車、試乗ができます。あまりね、これ置いてるお店少ないと思うので、花園店さんにね、来られる方は必ず、電話で予約か、ウェブの方で予約の方をしてくださいね。では内装の方を見てみましょう。
はい、ではお邪魔しますと。お、内装の方はねこんな感じです。あ、ベゼルってやっぱええわすごい質感高いな。っていうかこれモデル X のシートめっちゃかっこええそうそう、これシートだけでね新規開発するのに結構時間がかかったらしいんですね。それほどいいシートが実は、ベゼルがついております。はい、乗った感じこんな感じです。あー、これシートいいかもしれん。やっぱりちょっとじっくり見てみます。座った瞬間ね、なんか分かりますよね、いいシートってね。意外とねこの硬すぎないんですよね。でここほら盛り上がってるっしょ、盛り上がってるんですけど、実はこれねちょっと柔らかめなんですよね。よくねスポーツシートってねこの辺が硬いんですよね。硬くて長時間乗るとね結構疲れちゃうことがあるんですけど、このシートねその辺よく考えられてるなと思いますね。このシートだったら長時間、乗っても疲れないなという感じがしました。それでいて、ホールディングの高い、シートですね。でデザインもね結構凝ってて、ほら、これ革かな、合皮かな、ちょっとわかんないんですけど、ここはスムースレザー、それねちょっと通気性のいいような感じで穴が開いております。つるっとしたのとこうちょっとエンボスのかかったねより革っぽいデザインと、でこれ裏肝のねデザイン、この3色展開で、構成されてますね。後ろから見るとね結構バケットシートのようなね、がっつりした、デザインのシートに見えますよね。こうなんかチャックがついてるチャック結構ね肉厚な感じのスポーツタイプのねシートってね結構薄いのがね多いんですけど、このベゼルの、シートはね結構肉厚な感じがしますね。でこれね電動シートじゃなくてこの手動式になります。ほら結構上がりますよ。逆に言うと結構下がるんですよ。私ね座高が高いんでね、下げていつも乗っております。こっちの方がね実は私ね電動より好きだったりしますね。スピード的に速いんですよ。電動シートってね結構時間がかかるんですよね、調整するのに。もう一度内装じっくり。これねタッチパネルね、まあこれもちょっと賛否が分かれるんですけど、まあちょっとねこのつるっとしてるんでこの食感がないんですよね。音しかないので運転中は操作しづらいとかね。まあ見た目はねかなり綺麗ですよね。なんかツヤっとしててねちょっと近未来感がありますね。でシートヒーター完備です。夏はいらないけど、ね、ベゼルってねやっぱここがねかっこいいですよね。なんか下がね抜け抜けなんですよ。ほら抜け抜け、なんか下はねちょっとしたスペースになってます。これ何置くんでしょうねっていう感じの、シガーソケットと USB 電源か。でちょっとしたこの隙間、ここスマホが置けそうで置けない。で電子パーキングブレーキとこれブレーキホールドシステムね、これめっちゃ便利。でもちろんねパドルシフトもついてます。まあ新しい車なんでねホンダセンシングも優秀ですよね。いろんなね、運転支援システムがついておりますね。ベゼルってねここ特徴的ですよね。3つの、エアダクトがついております。ドリンクホルダーね、長いペットボトルも対応してます。ちょっとせっかくなんで後部座席もこれね、まあこれスタイリッシュなんですけどここちょっとやっぱ開けづらいですよねはい、後ろのシートもね前席と同じで、素材が貼り分けられて、スタイリッシュなシートになってますね。お邪魔します。はい、乗った感じこんな感じです。やっぱねいい車に乗ってるんだなという感じがしますね。乗った瞬間ねそれを感じます。結構あらゆるところに革を使ってこうね、なんか一つ一つのパーツがねなんかしっかり作り上げられてるなという感じがしますね。やっぱね最近の SUV ってねこういったねちょっと高級路線といいますかスポーツなんですけど、高級さも、醸し出してると、やっぱねベゼル売れる理由がわかりますね。フローリングシートもね結構こうしましまでデザインされてるんですよね。あ、これシガーソケットなんやな、 USB じゃないんだな。
ロ X というわけで、いやーなかなかねスムーズな走り出ししますね。やっぱねモデュロ X というとこの足回りですよね。今ね乗り出した瞬間、そんなにねガチガチまでは行ってないですね。まあ確かに少し固めのサスペンションではあるんですが、乗っててね不快感は今のところないです。はい、今右折します。うん、ロールの感じもね、結構いいですよね。こういったね車高の高い SUV って、結構ねロールするんですよね。横にこう揺れる感じがするんですが、それがねやっぱこの、モデュール X のサスペンションねしっかり、支えております。やっぱねすごい安定した乗り味だなという印象ですね。やっぱねこの乗り味がね一番気になるところですよね、モデュール X ね。まだねちょっと走り出してすぐなんで、これ長距離運転してみないとわからないと思うんですが、やっぱねこの足回りがやっぱ抜群にいいなと思いますね。路面のね凸凹感をすごいねやっぱサスペンションがねこの調整してくれてるなという感じしますね。なんか水平をね、いつも保って走ってるというような感じですね。これ直進安定性がねかなり上がってるんじゃないですかね。でこのモデュール X ね、直進安定性だけじゃなくて、旋回性能も上がっております。やはりねこのモデュール X のね、ボディって空力をね考えられて、こう曲がる時の、風の受け方ですよね。そういうのもだいぶ、研究されて作られてるみたいですね。でまあドリキンさんはね、限界走行でまあこれをテストしてるんですが、こういったね一般道でもこの空力の差っていうのはねかなり、感じられるらしいですね。今ね走ってて結構ね静かだなと、この風切り音とかがね意外とこう車内に入ってこないなという印象がありますね。なんかスムーズに抵抗なくスーッとね走ってるようなイメージです。やはりねちょっとこの辺ね乗り比べてみないとわからないんですが、今のところねやっぱなんかすごいねスムーズに走るんだなと、風の抵抗をねなるべく受けないように、このボディがね、受け流しているんだなという感じが今乗っててしますね。でこのベゼルね来年にはね実はモデルチェンジが控えておるんですが、まあこのモデル末期のこの成熟されたこのベゼル、しかもモデュール X ということでね、モデルチェンジしてもねこのモデュール X に乗ってるとすごいねやっぱ所有感もあり、この自慢げにもなりますよね。あモデュール X 人乗ってるんだなということでね、これモデルチェンジしても、その辺ねやっぱ自慢して乗れる車だなと思いますね。価格はね346万とねちょっと値は張っちゃうんですけど、まあ所有力ね抜群の車なんでね、まあその辺ちょっとね考えてもいいかなと思いますよね。おースムーズな走り、ちょっとスポーツモードを入れてみます。すごいレスポンス変わった。やっぱこれ IDCD いいよね。次ね新しいベゼルは、多分ね2モーター式に、なると思うんですけども、やっぱねこの IDCD もね捨てがたいなと思いますね。ちょっとグイッと踏んでみよう。おー元気ね。あやっぱ早いわ IDCD、 早いわ。でこのブレーキホールドシステムね、結構こう渋滞時にねこれもないとねダメだなという人結構いると思います。これが一番便利じゃねえかなと思いますよね。これだけ後付けできないかなっていうぐらいね優れた、機能ですよね、ブレーキホールドシステム。このシートめっちゃ好き。めっちゃ好きこのシート。ちょっと私ちょっと大きめの体なんでね、ちょっと普通サイズの方、普通サイズの方って言うとあれですけど、私の体にめっちゃフィットしますね。腰あたりがね、すごいサポートしてくれるんですよね。おー、パドルシフトあると引っ張れるわ。こうやってね、今、こう、だいぶシフトダウンして乗ってます。3速ですね。
3速まで下げてぐーっと踏むと、おーすごいレスポンス、あ、いいわ。はい、いかがでしたかね。ベゼルモデュロ X、 スタイリングもなかなかいいんですが、走りも良かったですね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダベゼルモデュロ X でした。じゃあね、ボーイシュー。